信州の山から生まれる清冽な雫。それは豊かな流れとなって人や動植物を育み、やがて海へと注ぎます。川を通して海につながる長野県、長野県と海を結ぶ活動をご紹介します。ここは上田道と川の駅おとぎの里に作られた新水路。この環境を利用して川の生き物を観察する調査会が開かれました。指導するのは長野大学環境ツーリズム学部の高橋大輔教授です。川の魚の生態を研究する高橋さんは、こうした新水路を利用した環境教育にも熱心に取り組んでいます。自然の中で生きている生き物を身近に感じてもらうことで、あ、じゃあ環境って大事なんだな、そういう意識を育んでもらいたいなっていうのが一番大きい狙いですね。はい。小川のどこに生き物が隠れているのか、高橋さんに教えてもらいながら、子どもたちはさまざまな生き物を捕まえていきます。ザリガニやエビ、ドジョウ、小さな魚たち、子どもたちは夢中です。川好きですか？大好きです。楽しいです。取れたら嬉しい、うん、嬉しい。魚も虫も取るの好きなんでやってますね。大好きです。いい企画でしたね。参加させていただいてよかったと思います。集まったたくさんの川の生き物たち、見慣れない昆虫は高橋さんから詳しく説明してもらいました。他のところにどういう生き物がいるのかなっていうような、次のこうステップとか興味関心のこう拡大っていうところにつながっていってくれるといいなと、はい、思っています。この日は同じ新水路に鮎を放し、つかみ取りの体験も行われました。素早く逃げる鮎を追う子どもたち。自然に近い形で整備された新水路で、川の環境の楽しさや大切さを学んだ夏の一日でした。海と日本。